He's probably gonna start with all the runners. Hey, my shit game is tired. Bravo! Bravo! Need your reaction is fight or flight. First sign of color. I think you're rewiring my mind. I've been taking cover in my skin, but I wanna step outside and take it all in. ブルガリアの首都であるソフィアからそのバンスコまでの道のりがだいたい車で2時間ぐらい。その中で、まあ、一気に街並みから山奥に入っていって木々の中の道路を突き進んだらいきなりこう木々が晴れてもうドカーンとビフレンの白い様子が見えた時に、お、来たなっていう感じになりました。スタート地であるバンスコの街は古い教会が街の中心にあって、そこからレースはスタートをします。 Yeah, my name is Dimitar Dimitrov. I'm the founder and the race director here at Pirin Ultra and as well for the Pirin Extreme. I wanted to do a more authentic race which represents Pirin Mountain as it is, which shows everything, which is alpine and these flat sections and the crazy forests and the wild parts. Because one of the main goals for the race was to open the door for the international public to know Pirin Mountain. ロケハンはこのバンスコの町スタート会場からスタートして最初の山ビフレンに向かって走り出しました。もともとその、まあ、情報があまりない、みんながよく知らないっていうレースを選んでいったんですけども、調べる中では、ブルガリアの植生の3分の2はもうピニン山脈でもう全部見れますっていうふうな情報を見たので、まあ、どれだけ動物だったり植物だったりっていうのは多いのかなっていう。しかも、まあ、樹齢1300年の木が大事にされてたりだとか、あとはその氷河湖っていうものが、何百個もあるっていう水が豊富な場所で、かつ、まあ、樹林帯も多くっていう、なんかいろんな風景が見られるのかなっていうようなイメージでした。うん、でなんかここから入れるんじゃないかって言ってたけど、うん、これビフレンの方に行くんだけど、ここまで何キロ？10キロないぐらい。まあ、正直なところ事前の調査では自分よりも強い女性はいなかったので、まあ男女総合でどれだけ前に攻めることができるのか、男女総合で上位を目指すっていうのが目標でした。山じゃないか。うん、でも「はい」って書いてるから山かな。あ、うん、この入り口かな、もしかして。あ、ここにエレベーションのやつ書いてあるか。66、100度。サポートメンバーと一緒に今回の大会のルートを現地の山の地図と合わせて、自分の走るコースをマーキングしてみました。うん、この倍以上、倍以上だからこの辺、もうこの辺になるよね。ただこっちのこの線の方のが道は安定してんの、うん、この谷筋こう上がっていくってことね。そう、谷筋上がった方のが絶対早いと思う、うん、はい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 。ここまで行って歩いて、うん、こっから谷沿いでもいいかもしれない、うん、そっちの方がいいんじゃないですか、うん、ここに車止めて、うん、そうしようか。
And also I wanted to raise, which is to a very big extent, like self-sufficient. So runners here have to navigate. There is some wild animals. They are alone in the night, in the dark, in the cold. So this is the idea and the history. But I still, the race is still not super popular because it's very wild and it's hard to finish. で、コース下見 を続けていく中で、まあ、一つは、まあ、大寒波が来たっていうのもあるんですけども、1ヶ月前にヨーロッパのレース出た時よりも、もう全然気候が違って、もうすごく寒い。で、思想で上の方に山行った時には、もう持ってるウェア全部着込まないと、もう体が冷えてて、特に私の場合は寒さに弱いので、ちょっとその辺でウェアが足りるかなっていうような心配をしました。現地に入るのは予定よりも少し余裕を持って入れたので、十分にロケハンができると思っていたんですけど、コースがかなりの山奥だったので、車で上がるにもなかなか入りづらい場所が多く、予定していたロケハン全部は回ることができませんでした。遠いね。遠いね。2キロ、4キロ、5キロぐらいだね。俺のこの第二関節までないぐらいだから、ほら。本当だ。4キロ、4キロ以上絶対あるから。100マイルっていう距離は、どんなトップランナーであっても、その、まずは完走できるかどうかっていう難しさがある。で、その中で、その、まあ、情報が少なかったり、自然がより深かったり、手が入っていないってなると、思うようには多分進めない。より山に慣れてる人の方が前に進むことができるので、そういった意味でメジャーじゃなくてローカルなレースほどそういったものを純粋に楽しめるなと。から、ぐーっと出て、この山を巻いてって、おそらく、あっちの山に行くのかな。気持ちしか言えないね。いやーすごいとこだ。ありのままの自然ほど自分のこう欲求のまま走るとうまく走れない。自然の中で自分がどれだけその自然にこう交われるかっていうのを大事にすることが一番ゴールに近づけるポイントかなと思ってます。いただきます。スタート前はいい興奮感なの。いい興奮感。そうですね。緊張はするな。Nice weather. Yeah, supposed to be cold, but I don't mind. We'll see. A little bit snow, maybe. Where are you from? Bulgaria. Ah, we're coming from Greece, yeah. Romania. Czech Republic. Oh, cute. This is Spirit Ultra 2022. We are starting in 25 minutes here in the heart of Vansko. It's cold now, but it's getting hotter in an hour or two, I think. Start over. At 5 minutes. Всички наши приятели и партньори. Даваме старта след това по 5 минути. Окей.
楽しんで、ハプニングをすべて楽しめよ。ミスったって思わず、ハプニングはい。He's probably gonna start with all the runners. Hamilton, are you ready? Oh yeah! Destin, David, Austin, Sam, 6, 5, 4, 3, 2, Let's go! This is the official start of Berlin Ultra 2022. Good luck to all the runners. Longest race, 160. すごいじゃん。友達になろう。It's beautiful. How is it there? Half an hour. Half an hour? Yes. Okay. Maybe 20 minutes because it's not a slope. Okay. Here it's hot. Yes. Here it's hot. 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 Yeah. ここからかなり冷えます。夜区間ですね。夜区間前に陰るんで、陰って標高高いところ来ますんで、2800ぐらいかな。暖かくはならない。あー、暖かい。寒かった。寒いよね。上凍ってたよ。早いかな、そんなことないです。日陰ってとか寒いと思うけど、一応登りだから、ほら、はい、4時40分。Let アイス、take アイス。
Yeah, the hardest part definitely is Peak Pirin. It is the highest point. It's above 2,600 meters. And it's also quite wild and quite remote. So you have a section between the Yavorov hut and the village of Senokos, which is very big climb and quite remote. And as I said, the course there, you go in the dwarf pines most of the time. So it's quite hard to navigate. So going up, tough, and going down, big, big granite slope with big boulders like this, and they move a little bit when you walk. So this is the toughest part. The man of the iron Japanese runner. Да. Кимино Мизаки, 750. Maybe 1 hour, 1 hour and a half. The first part for the start to this checkpoint is the hardest. From the top, quite difficult. Even not even. That was the worst part of the probably of the track. Okay. Thank you. 君の。一気に寒くなったね。一気に寒くなった。夕焼け綺麗だったね。めっちゃ綺麗だったよ。トラックがもう全然見えなくて、少ないんだよ。This is the most difficult contest in Bulgaria. 後ろの人が、もうピリンの山頂付近がひどすぎて、ハズマツが手を貸してくれた。ブラボー。ティミカジーバルトレカ。Как така стана? Еми аз си включих крака. Всека 7-4. Хайде! Браво! 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 It was like hell on earth, I would say. No, but like Pirin was really technical, it was deep and I couldn't find the rope. I mean, I hit my low points, I guess. And I hope it will get better. What's up? What's up? It's a long story. 25k, no. なんかストーブするというか、先に。The bib number? 050, okay. Thank you. あ、入ってくる。へぇー。ブラボー。すいません、座り。みんないるの？みんないる。寒すぎんの時計もなんか途中凍っちゃってマジ寒いんでくせ眠い危ないですか俺らが5分前に来たから分かんないんだよだいぶ途中で寝たうわ
これも寒くて途中交換した。マジで？寒くて気分が悪い。しか。How are you, my dear? Sleepy? Cold. It's getting colder. Yes. The next time is gonna be cold for sure. So, if you have any extra clothes, take them. Hi. Hi. Hi, Unchetta. Hi.たか。ああ寒いってまた違う苦しさ。Okay. Good. Bye. 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 Good luck. Bye. Good luck.寒くなくて、もうちょっと明るかったらさっきのゾーンはもっと壊せんだろうね、みんな。そうだね。うん。全員がペースダウンしたね、ここで。君のアイデンティティになりました。この夜を乗り越えられるように頑張ります。ピース。はい、じゃあ行ってらっしゃい。行きまーす。次でね、じゃね。はい。Not great. Not great. Yeah. What happened to you? I have a very bad blister. Oh. Right here, and I'm just not able to run. So I decided to drop out. めまいがひどくてめちゃくちゃ高温だ。あ、そう。自分の中で一番眠気に弱いっていうのが圧倒的に、まあ、ネックというか自分から身構えてしまうっていうのが一番の要因だと思うんですけど、まあ、今回はよりまあ、勝負をする中でなんか純粋に楽しめない区間が多かった気がします。Good luck. See you. See you. Bye. See you. あ、本当ですか。まあ、全くそのコース情報が見えない中で自分の明かり1メートル先のこの情報の中でこうより自分の足音だったり後ろの足音っていうのを近づいてきてる足音っていうのが聞こえてくるとよりこう自分の見える世界が狭くなっちゃってかなりそこに神経を使っちゃう。まあ眠さだったり体の疲れからペースダウンした時に元気に抜かされたっていうのがかなりメンタルに来たので自分がその抜かされた後少しでもこう追いつこうっていうよりは
もうどん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 離れちゃうっていうのが、かなりそれまた、ダメージが大きかったです。ライオさんに上で何分か測っといてって言ってもらっていいですか。上で女の人との何分差か。山の山頂に登れば登るほどちょうど日が上がって、朝日がすごい真っ赤な朝日が見えて、しかも前後のランナーは全く後ろ振り返っても見えない中で、それを全部独り占めしているかのような景色を見た時に、あ、やっぱりこういうのを見たくて走りに来たんだなっていうのがすごく感じられて、そこで、あ、なんか順位はもちろん前を目指したいんだけれども、やっぱりしっかり自分の持ち味を出さなきゃなっていうマインドに戻れたというか、まあ、よりまたここから攻めようっていう風なポジティブに変わっていきました。ナイス。ひねった。あ、ひねった。どこでひねった。上り、上で、左。でも誰もいなかった。本当だ。じゃあ絶景一人占め。まあ一人占め。やっとこれになった。あ、そうなの。上はもう、うん、やば。まあ来たかったな。日当たったでしょ。うん、暑かった。太陽の光を浴びると体の芯から温まるっていうのがすごく感じられて、でそこからさっきまで走れなかったのに体が温まった瞬間に走れるっていうのを、山の山頂に向かっていく段階で森の中から抜けて太陽の光を浴びた時にすごくそれを感じます。Exhausting, long, tiring. Hey.
熱全部あるよ、まだ。ある。うん。オッケー。Thank you。あ、寒い。ゴールできるね。とにかく登り、うん、とにかく登り。朝日はどこへ出たの？朝日は登ってる途中、一番ピークは朝日が当たった。綺麗だったよ、空ピンク色になって。稜線出たらめっちゃあったかかった。やっぱその時はパワー出んの？出るよ。風がめちゃくちゃ強くて、寒いけど、寒いけどやっぱ日が出ると頑張れるね。文化はちょうどペニンハットから抜けて、私が勢いよくここからもう上りで勝負するしかないって思って向かってった先の、まあ、だだっ広い広いところから一気に山登ってくる。その途中にもう遠くからどこにいるか見えてて、その山の麓を見ながらうずくまってる状態で、であんなに元気だったのにどうしたのかなっていうのが一番。スロバキアの子、うん、お腹壊しちゃったって。うん、お腹を。お腹壊した？うん、胃薬くれって言うから、うん、胃薬と、うん、ジンジャーあげたら、うん、投げキスくれた。はい、了解。
Above the huts where the horses, usually in that area there is a bear. Oh, I met the bear. Actually, yeah, she met the bear. Very special sake. Very strong. Very important for you know.
Yeah. Yes, because I was like sitting at the stone, vomiting, like holding my stomach, and I already ate every my medication, but I like threw it out. And so she was my last, and I was like, okay, maybe you have something for stomach. And she said yes, so I was really grateful. I mean, I throw it away as well, but she was really nice. I mean, this is the atmosphere I really enjoy because, okay, like we are competitors, but at the end, you are competing against yourself, so like, why not to help to others? And like, I would say that we supported each other. やっぱり世界に出ると自分の考えていることはすごいちっぽけなことで、もっと世界に出れば多くのことを知れて、また多くの強い選手、面白い選手に出会えるっていうのがすごく自分は今回大きな、財産になったなと思います。